こんにちは前の動画ではアメリカンエクスプレスプラチナカードをわざわざ作った唯一の理由としてシンガポーールエアのススイートクラににおお手手軽かつお手頃に乗るたためとということで紹介をしましま今回は実際にアメックスポイントからシンガポールエアエアラインのマイレージに変換してスイートクラスを予約するまでのステップについて紹介したいと思います。<music> これ自分でもびっくりするぐらい驚くほど簡単でした。なので誰でも間違えることなく簡単にできるかなと思います。まずはアメックスポイントからクリスラリアマイルへ変換ですが、これはだいたい移行期間は15日。初回のみ4週間という話でしたが、かなり早く2週間経たずに変換されました。また通常は2000ポイント1000マイルですが、年会費3300円のメンバーシップリワードに加入していれば、1250ポイントを1000マイルに変えられます。アメプラ会員なら年会費無料なので、加入を忘れないようにしましょう。 ちなみに提携パートナーで一番還元率が高いのが ANA、メンバーシップリワード加入で1000ポイントが1000マイルになります。一番還元率が低いのが JAL で2500ポイントで1000マイルです。他は今回のシンガポール以外だとカタール、エディハド、エミレーツなんかも1250ポイントが1000マイルになるのでいいですね。ポイント移行手続き自体は簡単。ウェブからもしくはコンシェルジュに電話したらやってもらえます。初回登録も含めてコンシェルジュがおすすめです。 次はシンガポール航空のウェブサイトからスイートクラスの予約です。予約時に注意するのは2点。行きたい場所に何マイル必要かを確認することと、機材が何かです。スイートクラスはエアバス380なので、A380 と記載のものを選びましょう。シンガポールエアはファーストクラス、スイートクラスという区分けで、路線によってはボーイング777、これはファーストクラスでスイートクラスではないので注意です。予約のステップとしては、まず公式サイトからフライト予約、交換を選択します。 私の場合は今回シンガポール発、インドのデリー行きなので行き先と日付、そしてクラスを選択します。シンガポールエアはウェブの UI もわかりやすくて、エラーもなく非常に使いやすいです。シンガポール発、デリー行きは直行便で1日1本、16時50分シンガポール発のものがあります。セーバー、アドバンテージと2種類あり、アドバンテージの方がマイル数がかかりますが、セーバーが空いてることはほぼないのでアドバンテージで考えておく方がいいです。 予約を押すと必要マイル数プラス52.30シンガポールドル日本円で約5,000円くらいなのでかなり安く日付変更なども無料でできますクレジットカードで端数を支払ってお客様情報を入れていくと予約完了使いやすくサクサクと進められましたちなみに日系エアラインなどと大きく違うところはマイルがない状態でも予約ができることマイルがないもしくは足りないと足りない分のマイルを購入するというオプションが出てきます 例えば、これは、ほぼまる9万8000マイル近く購入する場合、大体41万円ぐらいです。次は座席指定。見たところ、階段やギャラリーなどの表示がありますね。これは乗ってみて、また詳しくお伝えしたいと思います。今回私が指定したのは 2A、ダブルスイートに変わるスイートです。最後に、これはアプリですが、ウェブでも最終コンファメーションの画面で終了です。フライト時間はまちまちで、今回は約6時間。 ラウンジも含めて機内のスイートクラスもゆっくり楽しめるフライトになるかなと期待していますちなみに今回シンガポールもインドもこれに乗るのが目的で渡航します10万マイル以内で夏休みどこに行こうかなシンガポールのスイートラウンジも楽しみたいなと考えた時に自然と行き先が絞られてデリーになりましたそもそも A380 を飛ばしている地域自体限定されていて10万マイル以内だと香港上海北京デリーがありますあとはヨーロッパ ロンドンドフランクフルトなどは22万マイルで倍今回せっかくなら行ったことのない国に行きたいとも思っていたのでデリーがベストでした今回はブラウザから予約しましたがアプリの UI もこんな感じで使いやすいです8月の9日はシンガポールの独立記念日ということで独立記念日仕様のモーションですねはいということで以上シンガポールエアラインのスイートクラス A380 エアバスの A380 のアメプラのポイントからマイレージに変換しての予約方法のご紹介でした で実際の登場は8月なので登場した時の登場期はまた「また別」と掲載するようにします。